はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。塾長です。間もなく新学期がスタートいたします。勉強をどんどんこれからね、頑張っていきたいというふうに思いますけれども、私事なんですけれど、ちょっと私、塾の仕事以外のところで大変な大役を、いただくことになりまして、この大役っていうのはね、私の前にその同じことをやっていた人が、大変偉大な方でして、その後を継ぐような形で、やるわけなんですけども、そりゃ大変なプレッシャーですよ。年を取ったってこんなのプレッシャー以外の何者でもないんですよ。で、皆さんの人生にも必ずそういうことがやってきます。皆さんがいっぱい勉強していろんなことを努力して、じゃあ君にこれを任せようという日がですね、来るんです。ね、それがもうものすごく難しい課題かもしれない。答えが見えないものかもしれないんですね。そうした時に、でもそれに立ち向かっていくことっていうのは非常にワクワクするもので、私はありますね。皆さんにもぜひそうなってほしいと思うんです。簡単な問題なんて解いたって面白くもなんともない。難しい問題をどうやって解くのかっていうことを根気よく考えて正解が見つけることができてこそ楽しいんじゃないかなというふうに思います。まあその問題を解くということでは多分ないんでしょうけど、ソクラテスは今日のような言葉で言ってるわけですよね。簡単な人生に生きる価値などないんです。難しいものに対してどんどん立ち向かっていける精神力と、あとは知恵をしっかりと持っていけると、いいかなというふうに思います。はい、では今日は、2021年度埼玉県公立入試学校選択問題追試験、大問の4番です。で、この図形は学力検査問題の方にも同じ図形が出てるわけですね。4番のカッコ1は全く同じ問題ですから、そちらの動画がありますのでぜひ参照にしていただけたらというふうに思います。今日はカッコ2番の丸1、これ相似の三角形、見る三角形が学力検査問題と違いますので、そちらをやってみようかなというふうに思います。で、念のために大問を頭から読んでおきます。なんとなく端折っていきます。あ、で、相変わらず言いますけど、今日私相似の証明なんですけど、全部書きませんからね。自分の答え見てください。そのエッセンスになるところを解説していきたいなというふうに思います。はい、 AB が9センチってことは EF が9センチ、ここが9センチということで、ここ9センチということです。で、 AD が18センチなので EH も18センチということですね。で、点 P は頂点 A を出発して毎秒1センチの速さで AB 上を B まで行きまして、こっち側AQ っていうのは毎秒2センチで進んでいく。だから距離倍で進んでいきますよって、こういうふうに言ってるわけですね。はい。で、括弧2番の問題に行きたいと思うんです。これ図2ということですよね。右の図2のように点 PQ が頂点 A にないとき、線分 AF と、線分 PE は PE、はい、これね、AF と PE の交点を S。AH と QE の交点を T、 これ分かりますか。この正面になっているところを抜き出した、この横になっているところ、側面になっているところを抜き出した、こういうふうに言ってるわけですね。はい、こうなっているときにだ、次の丸1丸2に答えなさい。で、丸1番今日やります。三角形 EST、 あれね、ここね、 EST と、三角形、EPQ、全体 EPQ、ね、が、相似であるということを証明しなさい。だいたい2つの角が等しいって言うんですけれども、これ、実は比を使って、これ一気にこの三角形の相似を言うことはできませんので、その要素になってる EP っていうのと EQ っていうのにちょっと注目してみたいと、こういうふうに解いてみたいと思うんですね。まず、この三角形の相似を言う前に、三角形 SPA ってのと三角形 SEF っていう、この二つの図形について考えてみたいと思うんです。AP と EF は直方体の、ね、向かい合う平行な線ですよ。はい、前回やりました。平行といえば、錯覚同位角が等しい。ね。で、錯覚が等しくて、錯覚が等しいわけだ。ね。そしたら、二つの角が等しいわけですから、三角形 SPA と SEF というのは相似だということです。ここまでいいですか？
で、問題文で、まあ、要はこの三角形 AP っていうのは、これ何秒か経ったところに P 来てるわけなんだけれど、点 PQ が頂点 A を出発してから、まあ、何秒か知らんけど、T 秒後っていう風にしてみようと思います。するって、この AP っていうのは、1秒間に1センチ進むんだから、T センチ進んでるってわかるわけ。T センチ進んでるってことは T 対 Q なんだから、ここの辺は T 対 Q になりますよね、と。まあ、こういうことです。ここまでいいですか？さあ、同じように、三角形 PAQ と THE っていうのについても考えてみよう。AQ と EH はやっぱり平行だって分かっているわけなので、錯覚が等しくて、錯覚が等しいと言っているわけだから、同様に三角形 PAQ と THE というのも等しいと分かります。いいですか？そうすると、ここの長さは、2倍、1秒間に2センチ進むと言ってるわけですから、 T 秒後にはどうなってんの？ 2T センチでしょ。いい？で、 2T で18だって言ってるわけなんですから、今度は QT と TE について考えてみようと思うんですけど、 2T で18だと言ってます。で、 2T 対18ということはですよ、両辺2で割れますでしょ。そうすると t 対 q だってわかるわけ。で、これ 2t 対18は t 対 q っていうふうに書き換えてみましょう。そうすると qt 対 te は t 対 q。qt 対 te は t 対 q なわけです。全体は t プラス q ですね。いいですか？そして、まあ、ちょっとごめんなさいね。こうやって加えておこう。長さが t ってわけじゃなくて、比が t 対 q だからね。ね、比ですよ。比ね。長さが9センチじゃないからね。はい。もう一つの方は、じゃあこう三角にもしようかな。t センチ、9センチで t 対 q だって言ってて、ps 対 se はやっぱり t 対 q だと言ってるわけで、全体はt たす q だと言っています。こういうやつですよ。ここ対ここイコールここ対ここ。辺の比が等しくて、なおかつ e というところが共通、この三角形と全体の三角形で共通して等しいわけですから、二組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しいので、この三角形とこの三角形は相似だってわかりますね。いい？今の相似条件使うんですよ。二組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい。これが分かった上で問題の回答をよーく読んでみてください。簡単だと思います。はい。今日の問題はここまでにしようと思います。難しい問題などに出会った時には、その困難をぜひ楽しめるようになってください。簡単すぎる人生に生きる価値なんかないですよ。じゃあ、今日はここまでにしましょう。またね。